鋭く天空にそびえている山が標高1984メートルの黒岳です。はい、おはようございます。カジケンです。今回は黒岳の方に来ております。で、今ロープウェイリフトを乗り継いで7合目まで来ました。これから、中岳、宮岳、経由して朝日岳の方まで向かって、そこから、白雲荘のキャンプ場まで今日は向かっていきたいと思います。50分黒岳山頂到着しました。こっから北鎮岳の方を向かって朝日岳の方に行きたいと思います。はい、一番奥に見えてるのが北鎮岳です。一回真冬に登りに行った。ここを経由して朝日岳はその奥まで、ちょっと急ぎ目で行きます。はい、黒岳石室分岐まで来ました。ここから北鎮岳方向に進んできます。はい、11時半北鎮岳分岐まで行きました。こっちが北鎮岳で、今回こっちの朝日岳の方に進んでいきたいと思います。はい、今北鎮岳の分岐にいるんですけど、ちょっと天気いいのでのんびりしたいなと思うので、今日の宿泊地点を朝日岳の裏の、
浦浅の野営地というところで泊まりたいと思います。ちょっと予定変更して、で明日白雲岳とかそっちの方を登って行きたいなと、朝早く出て思います。中岳山頂に到着しました。標高2113メートル、はあ、すげえ。いやなんか山頂って感じがしないですね。尾根沿いっていう感じです。こっからこのままずっと尾根沿い歩いてって朝日岳の方まで行きたいと思いますね。朝日岳のちょっと手前にある野営地で今日は一泊、はい、こんな感じで大八部はぐるーっと明日は反対側を回っていきたいと思います。はい、中岳分岐2048メートル、まで来ました。ここから次間宮岳分岐の方まで行って朝日岳まで行って戻ってここで泊まる予定です。はい、じゃああと1キロ間宮岳分岐まで進んでいきます。よいしょ。はい、間宮岳山頂2185メーターで、この先見えてるのが間宮岳分岐です。いやすげえマジで天気良すぎる。雲がないまま、全くちょうど黒岳の大八を挟んで反対側まで来ました。黒岳があれです。はい、間宮岳分岐まで来ました。ここからあと朝日岳まで2キロ、浦朝日キャンプ指定地まで、あとどれくらいだ、30分ぐらいですね。朝日キャンプ場が見えてきました。それだ。なので一回先にテント張って、で軽くなったらそこから朝日岳に登っていきたいなと思います。はい、2時ちょうどです。浦朝日キャンプ場の方まで到着しました。これから一旦テント張っていきたいと思います。はい、テント立ててちょっと一休憩したので、朝日岳登っていきます。もうだいぶ日が落ちてきましたね。はい、
はい、朝日岳山頂に到着しました。 2291m。 いや、風強いですが見晴らしが過去一かも。すごい。寒い。小村牛山十勝岳も見えてます。はい、キャンプ場戻ってきました。ギリギリ薄暗い中、もう一つテントが増えてますね、自分以外にも。はい、じゃあ静かに今日は早めに寝て明日早く起きたいと。てかまずご飯、お腹空いたんで作りたいと思います。ご飯食べて、7時になりました。明日は4時には出発したいなと思うので、今日はもう寝て3時半に起きます。はい、じゃあおやすみなさい。はい、朝5時になりました。ちょっと夜星の撮影してたら寝坊しました。今テント片付け終わったんで、これから出発していきたいと思います。まだ朝日は出てないですけど、ちょっとこんな感じで曇ってるので朝日は見られないかもしれないです。はい、お八回りまで戻ってきました。5時半20分か。いや、ちょっと雲の切れ間から朝日見え上がってきてますね。いや、いい、間に合った。しんど。はい、北海岳山頂まで到着しました。2149m です。こっからちょっとガスっちゃってますが、白雲岳の方に向かっていきたいと思います。はい、白雲岳分岐まで来ました。ここから白雲岳山頂までは、1キロ40分
で避難小屋までも1キロ、こっちは下りで20分ですね。先に白雲岳の方に登っていきたいと思います。ちょっと天気かなり悪くなってきて、雨も降ってきたんでパパッと行っていきたいと思います。はい、8時5分白雲岳、2229m 到着しました。いやもう全く何も見えません。風強いし、すぐ降りてキャンプ場避難小屋の方に行ってご飯食べたいと思います。はい、いや晴れ予報だったんだけどな、残念。白雲岳キャンプ場避難小屋に到着しました。お腹空いた。3回目、北海岳の方に戻って、黒岳の方に帰りたいと思います。はい、いや少しガスが抜けていました。このまま晴れてくれたらいいんですけど。はい、北海岳まで戻ってきました。11時55分。朝よりもまだやっぱガスってますね。はい、はい、そのまま黒岳の方に向かってきます。はい、石室到着しました。時間は1時7分。はい、2時40分ロープウェイ到着しました。ありがとうございます。すげえ帰りのロープウェイ。3時黒岳到着しました。ここから最後ロープウェイで降りてきます。はい、尊境ロープウェイの駐車場まで戻ってきました。今回は1日目かなり天気も良くて、2日目もまあちょっとガスってましたが間々で晴れたので、いい紅葉も見られて良かったなと思います。はい、じゃあ今回はこれで終わります。
ご視聴ありがとうございました。